おはようございます。さあ今週も始まりました、ウイチとヒカルの面白いテレビ、ね、さあ大阪は堺にございます、はいはいはい、モンローさんにお邪魔しております。お邪魔しております。久々の大阪ですけれども ねというわけでもう久々ですよね、これで大阪で本当になんかそんな、いや別に何の違和感もないですよ。あ、そうですね。ここのラインナップはですね、はい、結構あのいい人そんなに面白い。おめえ何なんだよその髪型はよ髪型髪型というか帽子がこれをね、はい、やっぱり、ね、大阪なんですよね。さすがくれたんすか。いや、いただいたんですけども、はい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 、僕はまあ一発でわーターンマークだって言って、はい、こうピャッてかぶったら、はい、見てくれてる人が、はい、食い倒れ人形っすねとか。ああきっちりかぶった方がいいですか、うん、きっちりかぶってみて。水泳の人みたいな。いや、珍しいよそういうのやるの。この人ってあんまこういうの好きじゃないって思ってたんですけど、やっぱプロっすね。いやでもだって見える景色は何も変わらないので、自分はね、自分オンエア見てねビビってください。確認しよう、映るよ。僕はもうこれですね。すいません、ちょっとねきついんですよね。若干上に、いやだから終わった後にここにビッシッ、うん、もうすでに線がちょっと入ってるんで、もうついてる、これ、うん、もうついてるからずっとやってもらえないとダメだって。帰りも新幹線、新大阪から一人で自由席乗ってください。僕ら指定で帰るんで。自由だったら多分ゆったり座れると思いますよね、うん、これなら。あ、これならね、うん、みんなが避けるからね。あーってこうターンマークマンがいないんだけど、あの人たち何。さあ開店でございます。おはようございます、おはようございます。ということでね、北斗サンダーは空いてる、窓マギ、うわー、窓かマギカが当然のごとく満席だったんで、いいよねこれで行こう。おはようございます。プロだね、プロ。プロだよプロ。紅白版がねやってまいりましたけれどもね。本当に？まだサンダー全然空いてたよ。あー、サンダー取られちゃった、やべえ、本当に混んでる。あー、やっぱもう凱旋になっちゃうな、こういうことなんだろうな。おはようございます。パチスロ界のベストキッド沖ヒカルでございます。アップダウン、アップダウン、あー、いつの間に、こんな、ね、バジリスク絆でございますよ。まずはね、朝一はここからスタート。はい、来ました時峠。最初のチェリーで上がってたかもしれないですけどね。あー、来た赤文字ダンジョン。はい、いやー嘘だろ、まだあるよね、まだあるよね。来たスープ城、久々来ましたね。駿府城が何かは忘れましたが、もうハイチャンスであることには間違いないです。あ、来ましたね、多分なんか来ましたよ。おい、ヤシャマル、はい、おい、カットイン、もう絶対勝つパターン。今何、レインボー、レインボーだった、すいません気づ
いてなかったです。レインボーでした。はい、あー普通だね。はいはい、普通のバジリスクかな、普通のバジリスク。天然でいきます。はい、さあ来ました、来ました、来ました。おはようございます。アップダウン、アップダウン、やりましたね。いやー久々朝一のいきなり上がり、これレインボーだからかな、レインボーだったらこうなるのかな。赤、普通でした、普通でした、普通。はい、5、8。あ、やばい、やばいっす。はい、おい、声が来ました。松山千春、さあ行きましょう。ベル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 、よし、一応ラストバトルには行きましたね。うわー、はい、普通、普通、完全に普通。あー、ダメかな。あ、はい、はい、あ、ラッキー、ベル引いてないよね。はい、ラッキー、ラッキー、ラッキーザイモンだよ、ラッキーザイモン。はい、2連目、うい、4だよね。なんか来い、お、緑来ました。なんかいいよこの台、いいよ、悪くない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 。ああ、普通だ。はいはいはい、あー普通か、わかんないよ。ダメっぽいですけど、まだあるよね。終わりました、2連249枚。普通、普通、おっちょい、蝶々が多いよ。8点。なんかおかしいね、さっきから。はい、ちょろー、なんかおかしいよ。だってタンチェリーしか引いてないもんね。3連引いてないよ。どうしたこれ、謎、どうしよっこい。お、来た本当に来た、本当に来た。はい、いやー、じゃあこれにしようかな。500人スタート。弱えわ、
なんか赤になれ。やっと赤になった。あー弱い。青弱いか兄さん。まあまあ納得ですね。まあ納得ですね。うわ1回転1ゲーム。あ遅えな。急に3連チェリーいっぱい引いてんだけど。お料理教室以外。いやー2ゲーム連続。あチャンスです。舞台外舞台外。あふざっ。よしよし危ねえ危なかったね。豚なんか出すかよ俺がよ。いやらしいこれ。はい天然の方がいいわやっぱ。はいはいはい余裕かあきた。1回目上がって2回目で上がりました。これ6じゃね。6、はい、なんか来い。ほら今んとこ必ずなんか来てるよ。必ずなんか来てる。風は出てる。風は出てる。ああはい。うわああはいはい。ああ来た。今ので当たったんじゃない。あ何これ。めっちゃ久々で忘れました。はい行きます。はいくーふーほらえ あ、そっかこれか。失礼連してた連してた。あラッキーあざす。これ連チャン確定でしょ。え赤が来た。えあるよあるよある。ない。しかししかし溜まっとるやんけ。おい来た。おい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 。これは確定だろう。もうほぼ大丈夫だよ。よしやりました。あー普通だね。天然。あー来た。本当に来た。1、2、1。ね、これはいい台だ。これはいい台だ。ちょっともう撮影してる場合じゃないこれ。6対8。でも大丈夫。なんか来るよ。ほら出たー出た。もうさちょっと待って。冷静に考えて5回引いてんすよ。バジリスクチャンス1
回もこれが来なかったことがないの、これで1、2、1、どう考えても上だろ、これは絶対上だよ、間違いねえよこれ。よし来た、ラッキー、はい当たり、ほぼ当たり、はい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 、どっち、余裕だぜ、はい、そうだよね、そうだよね、そうだよね、まあ今敵か味方どっちか分かんなかったっていうのはね、ここだけの話、はい来ました、はいはいはい、同色同色です、はい、3連続4連続4連続、はいはい、5連続きたー、連角連角連角、余裕余裕余裕、はーい確定です、この後大事だよ、さあ来い、今ついに明かされる世界バジリスク黄河忍法帳、人肌地獄左大確定、はい、来たー、なんか来たー、行きます、はい、どんなでした、バジリスクってね、よーし、ちょっと小さいけどドーンとは来ないけど1000枚一撃1000枚いきましたよ、さあ行きましょう、バジリスクでございます、連チャン中でございます、1127枚の10連目、10戦、しかも音が変わっております、連角連角ですよ、はい、おい来た、これは期待できんじゃねえか、どうだ、このパターンはチャンスの可能性あるよね、バジリスクチャンスの可能性ある、ないか、はい、ない、惜しい、なかった、まあいいでしょう、シャープ10です、おい来た、おい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 、おい、ここは外れるよね、はい、このあと、はい、あるあるよ、後半もおはようございます、あじゃやばくね、マジ今日やべえよ、結構これ勝負に出てるよ、こんだけ入れるって、俺の中では、はい2箱目ドシャー、はい赤、そう赤で思い出した、あの赤は偶数の方が多いんですって、だからこれもしも高設定の挙動5、6の挙動だとしたら6の可能性が極めて濃厚だと、はい、そういう推測が成り立つっぽいですよ、噂では、まあ勝ち確なんでね、何でもいいんですけど、おい来た、おい絆、絆降格、さあ来ました、うわー弱い、やばい、
けないかもしらん。うわー引けない。まあこれは勝つんだけど。はい、引けなかったっすね。絆引けなかった。はい、あー絆やべやべ、夕方じゃなきゃやばい。ほら逆にまずいんだよ。ここでもう一回こっち。ああ来た。赤文字。うわ。二連続の攻撃なんすけどね。微妙。復活あるよ。あるよ。1509枚戦国。終わりました。あ、赤です。巻物赤。おい男女、弱い。あ、赤文字です。あ、これはもらったはず。これはもらったはず。はい、後期。はい、当たりが潜んでおるようじゃ。おい確定ありがとう。おい、また赤、また赤確定。右左当たりチャンス。あれなんか赤多すぎねえか。ちょっと4とかある、これ。ひょっとして、あ、来た。また入った。1211だ。怖え。バジリスク怖え。マジで。せめて緑。この人、はい、ああ、来た。このゲームは大丈夫なのかな、ちょっと分かんないですけど。これどうなの、緑で緑だよ。ああ、もう赤だ。当たったわ。当たった当たった。当たってるよな。うん、当たってる。そう、よーし確定。あれ、レインボー。これが青だったら6。やっぱね、これね、これ4とかじゃないですか。はい、緑と赤。あ、黄色と赤。はい、おい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 、引けよ。引かねえかよ。赤も黄色も引けんかったわ。マジかよ。やってらんねえよ。もうやってらんねえとまで、もう俺はもう言う。10。うわ、これ結構チャンスあんじゃない、あれのいいやつの。はい、これ引くよ、これ引く。俺もう3箱目いく。俺はもうそういう人間だから。これは赤くなっちゃった。あー来た来た。
これ大丈夫だろ、これ大丈夫だろ。あー危なかった。はいはい、一番いい時に聞いたわ。おい剣のやりました、やりました。緑、おお、逆に強気だよこれ。さあ何重の塔まで伸びるかな今日は。さあ、はい、はい、来ました。あれ、なくはない。あれ、ここ一回外れるか。揃った揃ったレインボー。これはストックかな、多分ストックかな。なんかいい画面、あー本当にいい画面。1400枚オーバー。なんか来る、よし来た。緑赤、もう止まんないっす、もう止まんないっす。あるよね、大丈夫だよね、夜だし。あ、ちょっと怖いけど、はい、よし。あー来た、ラストゲームでこれ引いたんじゃない。はい、ラストです、ラストで引いた、多分50の塔でございます。ねえ、ちょっとボンクラの様子でも見に行きますか。これ楽しんでる、で出てるんでしょう、出てる、ありそう。いや読んでこんな出ないっしょ、マジで出るかな。あ、スイカもきっちりいってるんで。割と本気なんで。もう分かりました、頑張ってください。おー来た、信頼度8割か9割。これねーの、ああ花火柄、花火柄。あれ、バジリスクチャンス入ってんじゃないの。いやいやいや、復活はするんだけど、するんだけど、だよね、だよね。焦った焦った。お見事です。はい、来た、はい、こんだけドレンする台も珍しいの。大丈夫、ほらほら、おもやがあったらね、蔵もいるよね、蔵も。お見事です。だんだん怖くなってきたよ俺。出たー、なんか来い、出た。もう取れ高十分だから。嘘でしょ、コイン入ってるよあれ。はい、止まんないの。もうこれ絶対大丈夫です、大丈夫。ほら必ず何かが来る。一箱300枚としても5000枚はありますよ。3500以上ある。そりゃ俺んとこにおしぼり配り来るわけだよ。本当に楽しそうに打ってたね。
楽しいっす、楽しいっす。 4?6? マジで。あー、もうお墨付きいただきました、このライは間違いないって。はい、3000枚超えた。はい、そう、次。あー、勝った。はい、勝った。はい、次。どっち。はい、こっち。24は多い。あ、エンディングが来ない限り終わんねえじゃん、これ。さあ、エンディングか、どうだ。さあ、どうだ、こっから。はい、はい、エンディング。全力打つよ。もしもエンディング見たい人いたら YouTube とかに上がってるんで、それ見てください。僕こういうエンディングに一切興味がないんで。あら、回想シーンとかあんの。それはずるいよ、それはずるいよね。これ回想シーンとかね、ほら。あら、これは切ない、これは切ないね。ガチでまだ打ってる、すげえ。マジで本当にある。いや確かに僕のまあ何分の1かですけど、でもすごいよね。お疲れ様でした。実戦終了でございます。感じ悪いっすね。あの感じ最高。何、俺あの途中の、はい、なんすか、俺全然してな知らなかったんで、はいはいはい、途中に来た時のあのおしぼりを俺に渡す余裕っぷりと、あと最後の最後のなんすか、ひどい顔しましたよ。何よ、 すごいじゃんみたいな。なこと言ってない、粘ってるって。完全に格下の人間を見る目で。違うの、まさか粘ってるって思わなかったの。あの台をもうあの途中でうろうろした時に、はい、もう他の何適当な台に切ってるもんだと思ったら、しっかり粘って結果出してるから、あ、ちょっとすげえなって思った。あれだって見に行ったのは、うん、どうも松本さんの挙動がおかしかったんで、うん、カメラを撮る人はだいたいこれを人に向けてここをずっとこう見てるでしょ、うん、ね、こうなるわけじゃないですか、ここにある、ね、松本さんずっとこうなんです。俺の方見てたんだな。油断してると思う。だからこれをもうこっち行ったりこっち行ったりして背中、俺今日真ん中映ってないでしょあんまり。はい、はい、どうぞ。投資が1万4000円で回収が1440枚、プラスで終わりました。拍手、拍手。ねえ、さすがでございます。いや、負けたかな。一方、私、沖光。あ、やばい、怒られる。マジで、これマジでキレられるかもしれない。投資が小3枚、回収5294枚。そんな出たの。拍手、やっ。さあ、出ました、これ。ねえ。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、予想外だった。4500ぐらいだと思ってた、本当に。はい。もう一回いいですか。ゴミ込みで4500ぐらいだと思ってたものが5294枚もあったっていうので、ちょっとサプライズプレゼントだったね。ね、吉永さんね、ヨッシーが言ってたの、多分4500ぐらいですよって言って、あ、向こう全然出てないですよあいつって言ってたから、途中で あいつなんかサンダーばっか打ってるんですけどみたいな。それでも吉永さんが、あ、もうあいつやめるか、奥さんもうやめてください
あのサンダー売ってるやつもう満足げだった言ってた、それは吉村さんが言ってたんで